さあオリックスですけども、今年のオリックスは2年連続 CS 進出を決めて、これまでのドラフトが実を結んだという状況でございます。12球団でも一番オリファンというのを引いてもドラフトが一番上手い球団だと思っているんですが、これまでのドラフト戦略、そして今年に関してでいうと、トレードもやったということで、割と、ね、他の球団に比べても毎年毎年トレードをやってるなという印象があるので、積極的に、オリックストレードをやっているのかなとは思うんですけど、トレードも単純ながら補強って、意味合いだけでなくて、在籍のね選手がこう他球団で花開くならっていう選手を思ってのトレードっていうのも割とこうあるのかなっていうイメージがあるんですが、今回はまあいろんな補強の中で FA についてのまあお話なんですが、最近ね FA の話が多いなと思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ドラフト、そしてトレード、それ以外で言うと助っ人の補強、そしてまあ FA、 あとはまあメジャー帰りの補強っていうのがやるんじゃないかなと思うんですが、今年は FA 市場がすごく盛んというか、去年に比べ物にならないぐらい市場がまあ熱くなってるという状況でございまして、このチャンネルでも最近森友哉選手、そして西川龍馬選手についてもお話をしましたし、あと浅村選手もそうですよ、中日の高橋周平選手、日本ハムの近藤選手についても触れたりもしました。去年も長谷川選手とか大瀬良投手とかね、加山投手とかいろんな選手がいたんですが、結局ね市場に出たのは、まあ、又吉投手だけだったということで、なかなかに寂しい FA 市場だったので、今年はものすごい大物たちが FA 宣言するんじゃないかみたいなところで、かなりね賑わっておりますけども、なんでこんなにこのオリックスを語るチャンネルでは、まあ、FA 動画を最近上げるのかっていうことで言うと、まあ、もちろん来る可能性が少しでもあるなら、それはやっぱり、取り扱ってですね、オリックスに来たら、夢物語をこう語ろうじゃないかと、補強ポイントバッシリハマっているのであれば、ぜひ手を挙げてほしいですよねっていう気持ちから、まあ、更新をしているわけなんですけど、まあ、それだけじゃないわけですね。ここ最近だったら、まあ、その理由だけで挙げてたかもしれないんですけど、最近はほんまにオリックスに来るんじゃないかっていう話まで、まあ、出てきているわけですし、非現実的な話でもないなっていうふうに思っているわけですよ。で、それはなぜかっていうと、オリックスが最近人気になってきてるんじゃないかっていう話でございまして、まあ、そういう記事を、まあ、目にしたんですね。ついに人気球団になってしまったオリックスバファローズという話なんですけど、今日はまあこれまでね、いかに不人気だったのか、そしてここ最近なぜ人気になっているのか、具体的にどう人気なのかっていうところをお話できたらなと思うんですけど、なぜ人気なのかっていうところで言うと、間違いなく強くなったからですよ。もう弱くなったら焼肉監督とか、いろんなこう嫌な噂というか、根も葉もない話が出てきたりしているわけなんですけど、強くなったら今度はすごいポジティブな話が出てくるわけですよ。今まではやっぱり強くなかったですよね、正直。だから不人気っていうのも仕方がなかったのかなと思うんですけど、まあ、その要素で言うと、まあ、合併を経験したりとか、あとはこう1年2年で短期のスパンで監督が解任されるとか、来年もし中島監督がやるようになれば、福田 GM に続いての最長3年が最長という、なかなか暗黒な感じがしてますけど、2005年に合併してから、まあ、去年を除くと A クラスっていうのは2回だけなんですね。2008年と2014年ですか。人気出そうと思っても出せないですし、お隣の阪神は弱くてもやっぱ絶大な人気ありますけど、まあ、ジャイアンツと阪神ぐらいですよね、弱くても。あとはソフトバンクとかカープですら、あんま弱い時期っていうのは人が減ったりとかしてしまっているので、わかんないですね。日本ハムとかも減ってきてますやん。で、ソフトバンクとかやっぱこう地域に根付いてても、中日とかもそうですけど、客は減ってしまうっていうのが普通の球団だと思うので、阪神と巨人がだいぶこう稀なのかなと思うんですが、やっぱりオリックスがこう人気になるためには、もうみんな思ってたと思うんですけど、強くなるしかなかったわけですよね。それが一番、近道ですし、一番難しいんですけど、で、これまでも、例えばオリックス舐められてるなと、不人気やなと思う瞬間がたくさんあったと思うんですよ。17年途中から応援しだした僕でもやっぱり思うわけで、例えばその浅村選手がFA 宣言するかどうかっていうところで、毎回お断りックスが話題になるんですが、要は今楽天で活躍をしている浅村選手が2018年オフに、まあ、西武から FA 宣言した際に手を挙げたのがフルスの西武、そしてソフトバンクオリックスと、まあ、楽天と、この4球団が手を挙げたわけなんですけど、フルスの西武をね第一優先っていう話として、最後オリックスだったんですけど、オリックスだけ唯一交渉すらできずということで、テーブルにつく前、話に聞く前に断られたということで、通称断りックスというふうに言われてますけども、オリックスが弱いからそういう感じなのかなと。契約の内容を年俸的にも待遇的にもオリックスがこう追いついてなかったのかなっていう感じがするんですけど、今年はね、まあ、どうなるのかっていう感じなんですが、やっぱりオリックス不人気だなというのが象徴した出来事かなと思います。その他で言うと、まあ、我々ねオリックスバファローズというんですが、たびたびねいろんなところでオリックスバファローズっていうふうに言われるんですよね。これも弱いからですかってややこしいですけどね。
友達に聞いたらめちゃくちゃバファローズって言ってるやんっていう風に言われるんですけど、いやそんなことないと、オリックスバファローズだと。オリックスね、すごいこう逆手に取るのが上手いなっていうのが、他の球団だったらこんなことできますかっていうね、バファローズちゃうねんっていうのが、割とこういうのがうまく利用して、なんかファン層を徐々に地道にこう取り込んでるなっていうイメージがあるんですけど、不人気ながらも弱いながらも絶大な人気を誇る阪神と同じこの関西地域でよくやってるなと常々思うわけですよ。でその他で言うと、去年優勝をしたわけですけど、普段は阪神つってね、阪神ばっかり盛り上げてるトラバンチャンネルが都合のいい時だけ、オリックスを応援するってね、もうこれも完全に乗ってこられて、ふざけんなと舐めてんのかという動画も、作ったんですけど、やっぱそれぐらいオリックス結構舐められてるなっていう感じがしてました。ここ最近ずっと優勝した2021年ですら OB の優勝予想でオリックスを上げる人なんて皆無だったわけですよね。オリックス関連の OB の人は、まれにね、1位とか2位とかやってくれてましたけども、ほとんどはやっぱソフトバンクとか西武とかばっかりやったわけですね。ほとんどオリックスは B クラスの予想でした。そんな中でも阪神がすごい人気があるから、オリックスをこうコトラタイガースにした方がいいんじゃないかみたいな、全然笑えない冗談を言って、でそれを聞いて笑ってる OB たちにもすごく寒気がしたんですが、なんかそれぐらいバカにされてきたわけですよ。当然あのオリックスから移籍をする選手もいて、こぞって隣の阪神に移籍をするわけなんですけど、2016年は日本ハムから加入した糸井選手が、そして2018年は生え抜きの西投手が FA で阪神に移籍をしたというわけでございます。まあ、そんな中、こう不遇の時代を乗り越えて、去年優勝しまして、東京オリンピック期間中に、ね、休憩があったりとか、コロナの離脱がね、なかったりとか、いろんな面で、まあ、運的な要素もあって、オリックスで、ね、25年ぶりに優勝することができました。まあ、今年に関してで言うと、2年連続で、ね、助っ人がこう不発だったりとか、コロナの離脱が大体4回ぐらいありましたよね。2軍総動員で、一時期は、首位と 11.5 ゲーム差があったんですけど、優勝争いにも繰り広げたということで、ここ2年での中島監督の采配がものを言って、オリックスすごく強くなってると。その結果、いろんな記事でですね、オリックスが人気球団になったんじゃないかみたいな話が出て、その記事によると、今のオリックスの印象は他球団の選手から見ると若くて有望な選手が多いと。しかもドラフト1位のムクノキから育成の宇田川まで素晴らしい逸材が揃っていると。ドラフト順位関係なくですね、あの安倍翔太投手も同じように言えるかなと思うんですけど、投打でこうハイレベルな競争を繰り広げている阪神のように、メディアがうるさくない、 OB がうるさくない、プレッシャー注目度が違う、自由にのびのびとできる環境が、すごく羨ましい、望ましいっていう風に言ってる選手が非常に多いですね。だから FA 権持ってる人持ってない人関係なく楽しそうやなと、羨ましいなというような感じで見つめている選手が多いらしいです。実際に能見さんも阪神時代にね、オリックスすごく楽しそうだと、自由だと、もうそんなできないですかみたいなことを言っていたので、なんかそういうね、自分たちとは違う伸び伸びと楽しくかつ強いっていうのが、なんかオリックスの魅力っていう風に感じてるそうですね。はい。でオリックスという球団は、ね、今まではもしかしたら不人気だったかもしれないですけど、親会社は素晴らしい企業でございまして、強かろうが弱かろうが資金力っていうのはもうずっと豊富なんですね。もちろん今も健在でございます。ただその資金力の使い方っていうのが失敗してるなというイメージがありまして、これまでもメジャー上がりの中地であったりとか、広島で主力で活躍してたバリントンとか、横浜のブランコ選手とか、大型補強をするんですけど、そこに依存しすぎて失敗をしたっていうようなイメージが強いです。高年齢の外国人選手っていうのを獲得をしているっていうのが、なんとなくこうイメージとしてはあるんですけど、最近で言うとジョーンズとかをきっかけに、そういうことはやめようっていうふうに思ってそうだなとは思うんですけど、一昔前であればダントツ人気だったのがジャイアンツだったわけで、注目度がジャイアンツであればプレッシャーがあると。しかも FA で加入してもすぐに結果が出なかったらすぐに出番変えられると。そういうのがあんまりここ最近の選手はジャイアンツに興味っていうのは薄れてきてるそうです。むしろ FA ということで、増井さんのようにね、 FA で来てくれない球団だと、 FA で来てくれた選手に対して待遇が厚かったりとか、仮に結果が出なくても長い間選手として扱ってくれたりとか、そういう大事に扱われる球団の方が魅力に感じてる。特にオリックスで言うと、最近強いし、すごくプレッシャーもないし、のびのびとできるっていうので興味を持たれてるということでございました。はい。だからオリックス自身は FA の流出問題っていうのを抱えているわけですね。今年伏見選手が獲得をしましたし、一番の問題は来年ですね、吉田正尚選手、そして若月選手、山崎福也選手、要は正捕手、そして、打の看板打者、先発ローテ、この3枠が同時にこう流出するっていう危機にもあるわけなので、若くて有望な選手が多いですけども、既存の選手が流出する可能性も、あるのがオリックスなので、
まあ、この辺をどう考えるかがまあ重要なんですけど、にしても FA ということに関してはオリックスもすでに人気球団になっているという記事がたくさん、あるので、今年の市場でいうと、オリックスジュニアの森友哉選手、そしてオリックスファンの西川龍馬選手が今年を FA 宣言するのかどうかというのが注目されてますから、オリックスにこうゆえんのある選手が FA 市場に出てきている以上は、この FA 人気球団オリックスバファローズがどう選手を獲得するのかっていうのはすごく今年のオフ、まあ、注目かなというふうに思います。ということで今回の動画は、FA でいつの間にか人気球団になってしまったオリックスバファローズということで、これまで FA でどんなことがあったのか、そしてなぜ不人気だったのかっていうところをねピックアップして、改めて、人気になった理由っていうのを解説したわけなんですけど、皆さんいかがですか。これまでのオリックスの歴史というか、不人気だったことをお断りックスされた時とかも鮮明に覚えてるっていう人もいるんじゃないでしょうか。その他含まえて、まあ、いろんな OB がオリックスをこうバカにしてるっていうのもエピソードとしてご紹介しましたけども、このあたりについて何か思うこともしあればぜひコメント欄の方に残してもらえたらなと。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。